まずお邪魔したのは新金沢郵便局の裏にあるシェアオフィスライフガーデン内にオープンした空のベーカリーです。さあこちらですね、空のベーカリーさん、早速お邪魔しましょう。こんにちは。ああちょっと待って、こうね、お店はコンパクトなんだけど、だからこそパンの香りが濃い、いいお店。店内を彩るのはおよそ30種類の焼きたてパン、うん、早い時にはお昼前に売り切れてしまうほど人気ということで、今回は開店前にこっそりお邪魔してきました。そんな超人気店の空のベーカリーですが、運営するのは意外な会社なんです。もともとパン屋さんが本業ではないんですよね。そうですね、うちはもともと営業会社をやってまして、でその一つのカテゴリーとして、まあ、今回パン屋さんをさせていただくことになりました。結構すごいチャレンジじゃないですかそれって。そうなんですけど、まあ、コロナの折、そういった営業のスタイルもそうなんですけど、やはり地域の方に少し貢献できることをちょっと考えたいなっていうのが最初ですね。バッと見て何がいいかなと思ったんですけど、やっぱり小さいお子様から、若い方、男性女性問わず、今皆さんパンを食べると笑顔になるので、まあ、少し笑顔になっていただけることが一番いいかなと思ったのがパン屋さんですね。そんな空のベーカリーのおすすめパンは、一番最初に私の目を引いたのは大きなパンこのメロンパンですよね、はい、なんか可愛いですね。メロンパン種類豊富ですね、はい、プレーンタイプにチョコチップですよね。そうですね。あと2つは何でしょう。紅茶と、抹茶です。紅茶と抹茶、うわー、ありがとうございます。緑が抹茶ですね。こう持った感じ結構しっかりめじゃないですか、うん、はい、だけども中がふわふわで、一口かじった瞬間のこの紅茶の香りすごいですね、はい、メロンパンどちらかというとすごい甘めのイメージがあるんですけども、うん、はい、優しい甘さですね、うん、極力、まあ、食べやすいように、でいくつも食べれるようには。なるほどね、うんうん、いや確かに、はい、これ何個もいけますね、はい、いやいい香り。そしてもう一つの看板商品が4種類の手作りハンバーガー。あー、いいですね。そう、何個でもいける、うん、まずパンふわふわじゃないですか、そこにジューシーなトマトだったり野菜のシャキシャキ感、はい、ハンバーグ自体もすごく柔らかくなってますよね。極力ソースとかもシンプルな、そうな懐かしい味。そうなんです、その小学校の頃に近くにあったパン屋さんの味がします。懐かしい、このケチャップが強めのみたいな、いやホッとしますね。はい、ありがとうございます。さらに店の片隅にはこんなものまで。何ですか。ここパン屋さんですよね。そうですね。心を込めてって、これお米。お米ですね、はい、なんでですか。まあ、仕事柄コロナの折、いろいろな県に行かせていただいて、いろいろな、まあ、事業をされている方、まだまだ元に戻ってないっていうところがありまして、でそういった観点から何かご紹介したいなっていうので、このお米からもしかしてその、まあ、派生してっていう言い方あれですけど、はいはい、派生して私の後ろにある、そうですね、丼があるわけですね。はい、あ、どんぶり、すごいですね。パン屋なんだけど、美味しそう、行ったらなんかワクワクするっていうお店が楽しいかなと思う。いや、新しいですね。まさかこうパン屋さんで違う土地の美味しいご飯に出会えるなんて。そうですね、はい、で本当におっしゃる通りワクワクしますね。地域の方に助けていただいて、楽しく少しでもお求めやすい価格で買えるものを提供できるお店ができたらね、いいかなと思ってます。続いてやってきたのは金沢市武蔵町 M 座の裏にあるんです。それがこちら、見て、大きくミーと書いてありますよ。ミー、え、私を呼んでいるの。呼んでいる、ルル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 ル
印象的な看板が目印のこちらのお店、その名もパンが主役のお店、ブレッド&ミーです。店内に入るとまずはショーケースに並んだ豊富な種類のパンがお出迎え。さらにその横には大きなカフェスペースも広がっていて、ゆったりくつろぎながら食事を楽しむこともできます。こちらってパン屋さんでいいんですか？そうですね、パンの販売と、はい、パンに合うお食事とイートインもできます。八日市出町にベーカリーパーラーグッデイっていうお店があります。美味しいパンをパンに合う料理と一緒に召し上がっていただくことで、パンの魅力をさらに引き出したお店になってます。ってことはこのお店ではじゃあパンが主役で、うん、はい、それをまあいろんな楽しみ方をするってことですか？うん、そうです。驚きなのが営業時間、午前11時30分からなんと午後9時までオープンしているので、パンを買う他にもランチやカフェ、軽めのディナーと幅広く楽しむことができます。ということでまずはおすすめのランチメニューから。本日のパンランチとなっておりまして、はい、お好きなパンを2つお選びいただいてご提供しています。選べるパンの種類が豊富じゃないですか。甘いものからこうガッツリ系まで選べるわけですよね。はい、2つ選んでいいんですよね。はい、お好きなのどうぞ。え、迷っちゃう誰やねんみたいなのが今回ビヨンスさんが選んだのはハムチーズクロワッサンとツナコンパン。オーブンで軽く焼き直してもらい、サックサクの状態でいただきます。この一手間がね、いいですよね。おいしい。パリッとしたとこからだんだんとしっとりしていくんですよね。すこのハムの塩気、チーズの食感合いますよね。もう一個いこう。さっきの生地と少しハード系ですね。これは食パン生地になります。はい、これそうなんですか？はい、でも周り持った感じすごいしっかりしてますね。そうです、はい、ちょっとフランスパンかと思うような硬さがありますよ。はい、どう？確かにおっしゃる通りでした。なんかふわふわですね。はい、中の具がまた濃厚で結構たっぷり入ってますね。具沢山です。ですよね。新鮮でシャキシャキのサラダも食べられて、はい、なおかつそのスープも楽しめて、はい、これランチで本食べられたら幸せやね。続いて出てきたのはディナータイムの人気メニューです。バケットをスライスして上に料理を乗せたクロスチーニっていう商品になります。チーニ、はい、クロスティーニ初めて聞きました。はい、いやこれこうね、まあ、お友達とか、まあ、家族という時にこうどれ食べるっていう悩める幸せもあるし、シェアもしやすいですよね。そうですね。いやこれが夜限定ってことは、はい、もしかしてお酒とも合うんですか？もうぴったりです。はい、ぴったりですか？はい、これ牡蠣と牡蠣のオイル漬けと、キノコのソテーになります。はい、牡蠣 の、 このオイル漬けもその牡蠣の風味残してますし、このキノコ自体の食感もいいんですが、何よりそのパンがしっかりしてるので、またこれ相性最高ですね。ありがとうございます。かじった瞬間に牡蠣の旨味をすべてこのパンがすくってくれると言いますか。合う。いやこれ大人ですね。はい、いや今までパンってどっちかってとこ名脇役のイメージだったんですけど、本当主役になれるんですね。お昼とか、カフェタイムのお時間だけじゃなくて、あのディナー利用から、あとキッズメニューもキッズドリンクもありますので、お子様連れもたくさんご来店いただければなと思ってます。いやぜひとも皆さんこのお店知っておいた方がいいと思います。新しいパンの世界がパーンと開けますよ。